はい、えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のアルコレですえ。今日は出来上がりましたネイビーコード版のお話を、えー、少しさせていただこうと思います。えー、こちらネイビーのコード版に今回ですねビニモの新しい、えー、色を買い足してまあンとも少し違うんですけれどもまあもうほぼンなんですけれども19番っていう、えー、この糸のですねこ,ここなんですけどね。 こいつを使用した、えー、ものになります、えー、18番が確かコンだったんですけどちょっと色がまた違うということになりますねえー、まああの色見本を見ていただいてで、えー、選んでいただいたものになります D バックル仕様で作らせていただきまして、えー、裏のこ、えー、内入れはハンダゴテを用いて手で彫らせていただきましたで、えー キー,キ,ーキーカバーですね、キー、カギのこう、えー、保護するこうカバーも同じ革で作りました、えー。実際に手首を拝見させていただいて、バランスを考えて、えー、こういった、えー、スケール感にしています。お会いした際に、この、えー、精密サイズですの、ね、長さを測って、時計の、えー、いい位置を、えー、確認させていただいて、でこうバランスで作るという。 感じになりますねこう本体から、えー、6時側の位置こう当たりをつけて、えー、その長さで作っていますやっぱりこっちが重要なんでねで、えー、こちらの長さこれはこの分の厚みがあるのでですけれどもこう往復で大きさが作れるように多少時計のサイズ感と、えー、腕のバランスなども考えて、えー、穴を開けています こういった感じですねまだ動画の方がこのネイビーのいい色合いがわかるかなと思うんですけれども、えー、こんな感じですね今明かりとしてはこっち側から太陽光線が入っている感じなので、えー、やはりこの色をお伝えするためにはもう少しこう撮影の 感じですかね、えー、おやっぱりいろいろご指示いただいているところがあるのでやってみたいとは思うんですけどそれと同時並行でいろいろ作業があるとなかなか進みませんがやはり師走として忙しいですね12月はなんでこんなに忙しいんだろうというぐらいちょっとバタバタして、えー、おりますが、えー、作らせていただきました、まあ、今回この 糸見本を直接ご覧いただいたのが初めての、えー、フォロワーの方だったので、えー、やっぱり楽しいですねこんな色であこれとこれ組み合わせてみようかなとかこんな色があるんだとか、えー、もうほとんど同じに見えるんですけどわずかに違う色とかもあるのでこれを実際に一緒に見て革、えー、の見本も見てお話しするのはすごく楽しい 買ったので実際にお会いできる方はぜひお会いしてお話しさせていただきたいなと思いますすごく楽しかったですありがとうございます有意義でしたねそれからちょっとお待たせしてできたんですけれども今回コバに関しましてはこの新しいコバ材ですねフェニーチェというのを今使っています主に今使っているコバはこのフェニーチェか 強心、えー、エルシャ製のイリスこのどちらかを使っています、えー、なこのフェニーチェの方が少しサラサラしているかなという感じはあるんですけれども、まあ、表面張力はこっち強いかなという感じですかね気をつけないといけないのとあとちょっと何か塗料の感じなんですけどややあのー、酸っぱい匂いがしますね あの塗ってる時は、ね、乾いたら全く匂いしませんけどもで、えー、完全に乾くとこれくらいちょっとやや光沢がある、えー、色になりますでこのフェニーチェの特徴としてはあのかなりサラサラしてるのでこのフェニーチェを何色か集めて色を混ぜてで理想の色に近づけて使うということができるので、えー、もう少し明るい色とか、えー、ちょっと淡い色みたいなのを 合わせててみようかなと思ってまだ、えー、ブルーとネイビーとブラックしかないので、えー、ちょっと数を増やしておこうと思うんですけどややこれは少し高価なコバの材料になるので、えー、少しずつ範囲を広げていこうと思います、はい、今回でもこの最近はこのネイビーのコードンに対してはこのブルーネイビーというですね、えー、フェニーチェを使用して仕上げておりますバックル仕様で。 こういうい感じですね。今回手首の、えー、バランスを考えて遊郭一丁にして作りました。あとはまあこういう感じですね。えー、剣先のテーパーも少しこだわりのある、えー、ことだったので一緒にお話をして、えー、こういうふうに丸剣でありながらテーパーであるというようなですね えー、話でここの落とし込みのこうなんでしょう距離距離ですか2センチ手前から落とそうかなと思ったんですけど3センチ手前とかですねえー、いろいろ細かなお話ができたので非常に有意義となりましたな感じですえー、まあザラと見えてますがここには今鋭意制作中のガルーシャがあるんですけれどもちょっとコバの仕上げ方を少し変えたんですねえー ちょっとだけ良くなったかなと思います。えー、目止めをこうしっかりして、で、最終的に、まあ、着色という感じになりますが、まぁ、あ、結局はヤスりがけと、まあ、切り出しの本当に一撃にはなるので、あと、ここの穴開けたところにも、まあ少し目止めをしてというふうになりますが、やはりガルシャは難しいです。えー、何回やってもちょっと、 しんどいです。できればほんとガルーシャは通常美女じゃなくて D バックル仕様で作りたいなぁとは毎回思いますねうん、えー、ざっとお話しさせていただきましたがこちらですねネイビーのコードバン人気上位の革です、えー、作らせていただきました 実際にお会いしていろいろ打ち合わせをして話を詰められるのはあの楽しいと思いますので、えー、お時間の許す限りまた、えー、場所ですね、えー、東京近郊といいますかまあ,あの東京山手線の,あの主要な駅でしたら大丈夫ですので、えー、山手線のところというちょっと条件がありますけれども、えー、お会いできれば。 ぜひお会いしてこういった見本ですねあの完成品はごめんなさいあのほぼストックがないと言いますか今ストックがないので、えー、お見せすることができないんですけど写真であったりあとは皮の見本ですね皮を、えー、適切な大きさにまあちょっとした大きさに切り抜いたものがこうずらっとあるのでそれで皮を見ていただいて色味とかハリとかツヤとかあとは肌触りとかですねを感じていただければなと思います、えー 今日はネイビーコード版作らせていただきました。もうあっという間に2020年も終わりですけれども、最後にもう一本ぐらい動画を何かあげられたらなと、一年の総括の動画をあげられたらな、またライブ配信できたらなと思っておりますが、どうぞご引きくださいませ。では、この辺で今日はネイビーコード版のお話です。失礼します。